常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、皆様チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日ね、虎ノ門ニュースでもまあいろいろやりましたけれども、その中の一つね、ポンペオ長官の訪日ということでね、日米豪印のですねクワッドで、会議を定例化するとね、いうことも決めたりしてですね、まあ太平洋条約機構へ向けてまた一歩、日本が踏み出した、戦後レジーム脱却へ向けて、まあ日本がまた一歩踏み出したということなんですが、まああの番組中でもね、まあ、ツチノコ新聞のことをね、取り上げて、その日本の戦後レジーム脱却をどうしても妨害した人たちがいると、まあ、日本のマスコミですけどね、妨害した人たちがいて、まあ、心象膨大ね、死を抹殺の話を心象膨大に伝えてね、なんかもう日本がそのもう4カ国の間の調整で、もうほとほと参ってるみたいな、まあ、そういうミスリードをしてるんですけれども、ちょっと待てと、ね、つい数年前までのオーストラリアとか、ね、まあ、インドなんかを見ればね、覚醒の感がありますよね。もう本当にこの4カ国同盟組むんじゃないかっていうところまで今だんだんボルテージが上がってきてると、この事実の方が大事なのにですね何を言ってるんだろうな土の子新聞はと思ったんですが、なんとですね、このね変更報道、土の子新聞だけではなくあの NHK も手を染めていたということが分かりました。これね、あのツイッターでね、ともさんという方が告発されてるんですが、私もですね、実際にこのね、アメリカ国務省のですね、今回の NHK のね、インタビューのこのね、まあ、英文の、要約っていうか、まあ、あのインタビューのね、文字起こししたものをちょっとね、読んでみました。一応ね、NHK の記事はですね、こんな風に書いてあるんですよ。ポンペオ長官、訪日の狙いは、インタビューで何を語ったかということでね、NHK が単独インタビューしましたということで、まあ、訪日の狙いということでね、まあ、ポンペオ長官こう言ってると、狙いは2つある。1つは菅総理大臣に対し就任への祝意を伝え、入国間関係について話すこと。まあ、これが1つ目と。で、もう1つは、アメリカ、日本、インド、そしてオーストラリアの4カ国の外相の間で、インド太平洋が自由で開かれ、法により支配されていること、さらに自由と民主主義を重視する我々が、中国共産党の脅威に反対していることを確認するためだと、はっきり言ってると。まあ、ここまではいいんですよ。いいんです。ところがですね、ある質問に対するこのね、ポンペオ、長官のですね、回答、ね、NHK はちょっと切り取りをしている、大変大きな問題があるということです。で、それはね、何かというとね、南シナ海、いや東シナ海における、チャイナの挑発的な軍事行動について質問されたポンペオ長官はね、このように答えてくれるんですよ。弱さを見せれば付け込まれる。譲歩することは威圧的で軍事的な手段を用いて問題を解決しようとする国を利することになる。例えば、インドとの国境問題や、東シナ海や南シナ海、香港、カンボジア、台湾、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区の問題がある。中国に対抗するためにはこちらも力を持つこと、そして日米のように価値観を共有する国々で連携していくことだと言っているんですけど、このですね、香港、台湾、内モンゴル、ね、自治区の問題がある、中国に対抗するためにはこちらも力を持つことのこの間にですね、実は削除された文章があります。はい、その文章はですね、どんな問題か、どんな文章かというとですね、the people inside China, to っていうのは、まあ、何々持っていいんですよね。the people inside China too are being treated very badly for the vast.、ね、まあ、全般的に、まあ、チャイナの人々はですね、大変、ひどい扱いを、受けているんだと。チャイナの中の人もひどい扱いを受けているんだということで、この後にですね、the forced、serialization of women in Xinjiang or the、inability of Mongolians、inside of China to simply be who they want to be という、まあ、こういう文章が省略されていて、これね、まあ、翻訳すると何かというと、まあ、チャイナの、中の人々もひどい扱いを受けておると。で、新疆ウイグル自治区での女性の強制不妊手術や、ね、チャイナ国内、内モンゴルの、人々が、なりたい自分になる、まあ、つまりモンゴル語教育ですよね、これまあ受けられないという問題があるということですね、まあ、具体的にですね、ね、ウイグル人に対する強制不妊手術のこととか、ね、モンゴル語教育の、まあ、その、まあ、廃止っていうかね、撤廃ですよね、こういう問題に具体的に例を挙げて、チャイナ国内でもひどいことをやっていると、ね、いうことが書いてあるわけですよ。
はい。まあこういうですね、まあその軍事的な挑発という中でね、まあその外に向けても挑発してるし、中に向けてもやっていますと。まあこの前に書いてある文章はね、まあそのまあここに書いてあるのとあの NHK の翻訳で大体合ってるんですけれども、あの弱さを見せればつけ込まれるとね、譲歩することは、まあ威圧的なね国を利することになるのでいかんという話は、書いてあるんですよ。ね。で、ここの後に、だから今日ヒマラヤで起きていること、香港で起きていること、東シナ海の問題、南シナ海の問題、カンボジアの人々が、まあ、チャイナの活動の結果、まあ、いろんなことを、強要されていると。ね。で、この後に、要は、この文書が省略されていると。要はその、対外的にもひどいことやってるんだけど、国内の人も、ね、treated very badly って書いてあるでしょ、ね、the people inside China are being treated very badly ですから、めちゃめちゃ悪い扱いを受けていると。ね。で、その例として、ね、新疆ウイグル自治区の強制不妊手術のこととか、ね、モンゴル人の、皆さんね、内モンゴルのモンゴル人の人がモンゴル語教育を受けられない、なりたい自分になれないといった問題があるということをですね、わざわざ例示してあげたにもかかわらずですよ。ね、この NHK のインタビューからは、カーッとされてるんですよね。なんでこんな配慮が必要なんでしょう。ちゃんと強制不妊手術の問題 NHK 書くべきだよ、なんで書いてないんだよっていうことですよね。はい。まあポンペオ長官これだけ態度を表明したので、まあね、全体的にねじ曲げてですね、土の子新聞みたいなことはさすがに NHK はできなかったんですけど、肝心なディテールを漏らしてるってのはすごい問題なんじゃないかなというふうに思いました。で、さらにですね、このトモさんのご指摘ではですね、これね、書いてるんですけど、NHK 台湾に関して、香港で今起きていることは次は台湾で起こるかもしれないと言われてますが、と質問してるけど、日本語版では消えているということで、これもですね、確認しました。はい。NHK のですね、このね、有馬さんという人が質問してるんですけれども、So, Mr. Secretary, regarding Taiwan, what's happening in Hong Kong now might happen in Taiwan next ってちゃんと聞いてますよ。ね、長官、台湾に関しては今香港で起きていることは次は台湾で起きるかもしれないと言われていますと。ね。で、まあこの後ですね、まあちょっと英語読むの大変なんで、まあ翻訳だけ読むと、台湾の問題をめぐって米中の緊張は高まっているようです。長官としては台湾を取り巻く環境をどう見ていますかってことをちゃんと質問してるんですよ。ね。で、一応ね、これに対するね、回答の方だけは NHK の、こちらのね、サイトにも、載っています。まあちょろっとだけですけどね。はい。あ、でもそう載ってねえな。大して載ってねえな。大して載ってないからいいや。ちょっと翻訳の方読んじゃおう。ポンペオ長官はですね、まあこの質問に対して何と答えたかね。これ結構重要なんで言っとくと、まあチャイナ共産党が公約を守ることを拒否していることはご指摘の通りでございますと。ね。香港の人々に50年一つの国と二つのシステムを持つこと、を約束したのに、それを破ったと。で、台湾で何が起こっているか、ね、これはまあ、アメリカは注視している。アメリカの対中、政策。まあこれはね、アメリカの対中政策という問題ではなくて、まあ自由なのか専制なのか、ね、自由を選ぶのか、専制的な政治を選ぶのかの問題なのだと。ね、世界を支配するのは、強圧的な権力を行使する者たちであり、軍隊を使っている、軍隊を使っていじめを行う者たちなのか、それとも、支配に基づいたシステム、で、活動する、者たちなのかと、まあ、あるその、まあ自由とかですね、we operate a system in the, あ、そっか。これ要は、我々が、まあ、その運用しているシステムに基づいた、ね、まあ、そういう、まあ、国際秩序ですよね。要は、国際秩序に基づいた、まあ、その仕組みを選ぶのか。ね。まあ、こういう問題なんだということで、単にチャイナが嫌いだからやってんじゃねえと。これは価値観の戦いなんだということを、まあ、回答しているということでございます。はい。ということで、まあ、NHK ひどいね。うん。しっかり書いてくださいよ。ここね。もう一回繰り返し読みますよ。ね。まあ、チャイナ国内でも、人々は大変ひどい扱いを受けていると。ね。で、特に、その、新疆ウイグル自治区での女性の不妊治療。ね、不妊治療、強制不妊手術。不妊治療じゃない。ね、女性の強制不妊手術です。妊娠できないように手術するんですよね。とか、中国国内のモンゴル人の、まあ、なりたい自分になることができない。まあ、つまり、モンゴル語教育が受けられないといった問題があると。いうことを言っていると。ね。で、まあ、これらのね、まあ、問題に対して、志を同じくする世界の国々と協力して、まあ、アメリカの人々や日本の人々が、大切にしている価値観とね、矛盾した方法で軍事力や強制力を行使しようとしている人々に反対すること、これが必要だと。いうふうに、ポンペオ長官は述べております。まあ、こういうですね、肝心なディテールを落としてですね、わざわざ報道する、この NHK。一体誰の国の味方なんだ、ということでね。まあ、ちょっとね、受信料、これ、払いたくないですね。はっきり言ってね。ひどい放送だな、と。
いうふうに思いました。はい、ということで、今回の内容面白いなと思った人はぜひ、高評価のボタンを押してください。最後にチャンネル登録をお願いします。ガー